ちょっとずつ取って。 回収してる。 今大阪君と両方今回収してる。あと残り30の人教えて。元そのまま藤子ちゃんちょっとサポートしてあげて。ペペ君そのまま美智子さんお願い。奥津君上がるとき教えて。ペペ君網持ってって、はい、で、もっとギャフ持ってって、はい、あ、いや、大阪君そのままギャフ用意したって、はい、何言っただろ。
はい。サモディ、ギャフ。ギャフ、ギャフ、ギャフ。ギャフどこにある鍵？ペペカミ。はい。奥津君、はい、上がりそうな人から教えて。あと50。あと50、はい。俺上がります。はいよ、じゃあ今度、シューマのやつ鍵行くから行こうか。鍵で取っちゃおう。てっぺくん、みつこさんのとこ行け、はい、あ、おい、上がった。刺した、もうバスって刺しちゃっていい。そう、おいおい、おし、やった、はい、見せろ、魚見せて。おい、ナイスキャッチ。ルアー見せて、ルアー持ってで、ルアーこっち体だけ見せて。はい、まあ、2、3キロだけどな。はい、魚横にできるでしょ、まあ、ルアーを持ったまま、ルアー持つのよ、はい、そして右手をルアー持つの、そうそう、そんで腹持つの、腹、こういう感じ。おーし、はい、ナイスキャッチ。はい、おめでとう。はい、次はじゃあ奥津くんか。しげちゃん、取れんとき教えてよ。はい、お、上がった、やったー。初カンパチ。初カンパ。おー、6キロぐらいあるじゃん。あります。おーっす。おーっす。魚見して。よーっす。よっしゃー。言うこと聞けばできるじゃない。あれはできますよ。やらせていただきました。はい。おー。よかったよかった。よっしゃー。6キロは楽にあるね。あるね。ありがとうございます。はい、おめでとう。おーし、みつこさん、頑張れ。頑張ってー。ちょっとごめん。あー、逃げてて、そこ。さあ、頑張れ。血抜きする。ただ、写真撮るから、ちょっと待ってて。あの、全員で表でさ、いっぺんに魚持つから。しげちゃんもカンパ。しげちゃん？しげちゃん！なんで先に開けちゃうんだよ。教えろって。見せて。でけえな。見せて。10キロ。おお。さすがだな。12キロぐらいありそうだね。さすが。さあ、みちこさん頑張れ。もうあと寝てたってなんだっていいから、それだけ取ってくれ。シエちゃんでかいよ。頑張ってー。もう一人だよね。5度割り、はい、奥津君、しげちゃんのカンパ見てみろよ。見てみろって、その3倍あるよ。しげちゃん、はい、みんなが表で撮るから、はい、カンパ持って表で待機してて。シューマー、カンパチ持ってジグつけて、一回切っちゃっていいから、ジグつけた状態表で待ってて、写真撮るから。奥津君、道具持ってカンパチ持って前行って。え、来ちゃった、いい、来たな。頑張れ。ちょっと俺が調整したい。さあ、待望のみちこさん、それだけ違う魚とか。お、やべ、ちょっと待って、なんかやばいよ。どうしようか。お、見えた。お、カンパチだ。頑張れ。頑張れ、みちこ。頑張れよ。肩が一番良かったりして、これ。結構肩ありますね。いいサイズ。ほら、肩がちょっとありそうだよ。頑張れ。やったな、みちこ。
やったな、みちこ。泣いた、みちこが泣いた。みちこ泣いた。魚釣って、ビデオ切っちゃって、それ一回。ライン。みちこ泣いた。よかったね、おめでとう。よかった、よかった。えー、みちこ。みちこ、やった。おめでとう。で、そうやってペグ切ったそれ。切って、じゃあ表行こう、前行こう、前。こういう釣りもあるんだね。さあ、最高の。ちょっとどん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 上行って、どんどん上行って、どんどん上。みちこがやった。やった。おめでとう。ありがとうございます。どう？待望の一匹は。ね、嬉しすぎてわからない。最高の瞬間だった。ありがとうございます。みちこにみんな持ってかれたね。みちこにみんな持ってかれたね。しゅうちゃん見せて魚。でかいね。よく頑張ったよ。だけどみちこもでかいよ。同じ同じサイズ自分で見てる。みちこがみちこに持ってかれた。みちこに持ってかれたな。でもよかったね。よかった。俺。釣りでこんなに感動できたの久しぶりだね。ね、宮平さん。ね。最高だ。最高。それってあれだって、他にないところに来て、釣ってくる。うるさいっつうんだよ、もう。うるさいっつう。理屈なんかどうだっていいんだよ。釣れるっつったら釣れんだよ。あ、そうそう、みちこさんさ、あ、じゃあそこのロープのところに乗っかっちゃって。またいででも乗っかって。どうせ今魚高せんから、そこで。危ない、おい。だ言ったじゃんか、絶対危ねえから、もう絶対掴んでてって。ここだ、そこ、ここだ。そう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 。危ねえ。そのままドボンまで。ドボン、ゴロン、ゴロン。え、うん、それでいいや。うん、そう、それで。よし。おっ。おー、いいね。もうみちこ完全にしげちゃん。